あゆみです。今日もエイミーのアイテムを紹介したいと思います。今回紹介したいのはエイミーに新しくできた新ラインなんですけれど、エイミースタンダードと言いまして、ポロシャツとか、あとはマーカーだったりとか、こういうスタンダードのアイテムにエイミーちゃんの顔のワッペンとかポイントをつけて展開している新ラインです。私はエイミーのポロシャツにサーキュラースカート、ネイビーで後ろ側に入ったサーキュラースカートを着ていました。このスカートすごい尖って、形が可愛いところがお気に入りなんですけれど、赤のポロシャツとネイビーのスカートの見分けがちょっとマリンっぽくていいです。で、このキャップはグッドモーニングトナッというブランドのアイテムで、赤と青と白でまとめることによって、ちょっとアメリカンなスポーティーな女の子を意識しています。新しく始まったラインのエイミースタンド、よろしくお願いします。ひとゆみでした。